入ってはいけないとされる空き家。その空き家には、ある秘密が隠されていた。そして3年後、娘が16歳になる日に、最後の儀式が行われます。最後の儀式、それは兄弟の前で母親が娘の髪を食べるというものでした。食べるというよりも、体内に取り込むということが重要だったそうです。丸坊主になってしまうぐらいのほぼ全ての髪を切り、兄弟を見つめながら、無我夢中で口に入れ飲み込んでいきます。娘はただ呆然と眺めるだけ。やがて娘の髪を食べ終えると、母親は娘の本当の名を口にします。娘が自分の本当の名を耳にするのは、この時が最初で最後でした。これでこの儀式は完成され、目的が達成されます。この翌日から、母親は四六時中自分の髪をしゃぶり続ける廃人のようになり、亡くなるまで隔離され続けるのです。廃人となったのは文字通り母親の抜け殻で、母親とは全く別のものです。そこにいる母親はただの人型の風船のようなものであり、母親の存在は誰も見たことも聞いたこともない誰も知り得ない場所に到達していました。これまでのことはすべて、その場所へ行く資格を得るためのものであり、最後の儀式によってそれが得られるというものでした。その未知なる場所では、それまで同様にして資格を得た母親たちが暮らしており、決して汚れることのない楽園として存在しているそうです。最後の儀式で資格を得た母親はその楽園へ運ばれ、後には髪をしゃぶり続けるだけの抜け殻が残る。そうして新たな命を手にするのが目的だったのです。残された娘は母親の姉妹によって育てられていきます。一人でなく二三人産むのはこのためでした。母親がいなくなってしまった後、普通に育てられてきた母親の姉妹が娘の面倒を見るようにするためです。母親から解放された娘は髪の長さが元に戻る頃に男と交わり、子を産みます。そして、今度は自分が母親として全く同じことを繰り返し、母親が待つ場所へと向かうわけです。ここまでがこの家系の説明です。もっと細かい内容もあったのですが、二度三度の投稿でも収まる量と内容じゃありませんでした。本題はここからですので、ひとまず先へ進みます。実は、この悪習はそれほど長く続きませんでした。徐々にこの悪習に疑問を抱くようになっていったのです。それがだんだんと大きくなり、次第に親子として本来あるべき姿を模索するようになっていきます。家系としてその姿勢が定着していくに伴い、悪習はだんだん廃れていき、やがては禁じられるようになりました。ただし、忘れてはならないことであるとして、隠し名と兄弟の習慣は残すことになりました。隠し名は母親の証として、兄弟は祝いの贈り物として受け継いでいくようにしたのです。少しずつ周囲の住民たちとも触れ合うようになり、夫婦となって家庭を築く者も増えていきました。そうしてしばらく月日が経ったある年、一人の女性が結婚し妻となりました。八千代という女性です。悪習が廃れた後の生まれである母のもとで、ごく普通に育ってきた女性でした。周囲の人たちからも可愛がられ、平凡な人生を歩んできていましたが、良き相手を見つけ、長年の交際の末の結婚となったのです。彼女は自分の家系については、母から多少聞かされていたので知っていましたが、特に関心を持ったことはありませんでした。妻となって数年後には娘を出産、高子と名付けます。母から教わった通り隠し名もつけ、兄弟も自分と同じものを揃えました。そうして幸せな日々が続くと思われていましたが、娘の高子が10歳を迎える日に異変が起こりました。その日、八千代は両親の元へ出かけており、家には高子と夫だけでした。用事を済ませ、夜になる頃に八千代が家に戻ると、信じられない光景が広がっていました。
何枚かの爪が剥がされ、歯も何本か抜かれた状態で、タカ子が死んでいたのです。家の中を見渡すと、しまっておいたはずのタカ子の隠し名を書いた紙が床に落ちており、剥がされた爪と抜かれた歯はタカ子の兄弟に散らばっていました。夫の姿はありません。何が起こったのか全くわからず、娘の体に泣きすがるしかできませんでした。異変に気づいた近所の人たちがすぐに駆けつけるも、八千代はただずっとタカ子に泣きすがっていたそうです。状況が飲み込めなかった住民たちはひとまず八千代の両親に知らせることにし、何人かは八千代の夫を探しに出て行きました。この時、八千代を一人にしてしまったのです。その晩のうちに、八千代はタカ子のそばで自害しました。住民たちが八千代の両親に知らせたところ、現場の状況を聞いた両親は落ち着いた様子でした。想像はつく。八千代から聞いていた儀式を試そうとしたんだろ。八千代には詳しく話したことはないから、断片的な情報しかわからんかったはずだが、高子が10歳になるまで待っていやがったな。と言って、八千代の家へ向かいました。八千代の家に着くと、さっきまで泣きすがっていた八千代も死んでいる。住民たちはただ愕然とするしかありませんでした。八千代の両親は終始落ち着いたまま、わしらが出てくるまで誰も入ってくるな。と言い、しばらく出てこなかったそうです。数時間ほどして、やっと両親が出てくると、二人はわしらで供養する。夫は探さなくていい。理由は今にわかる。と住民たちに告げ、その日は強引に解散させました。それから数日間、夫の行方はつかめないままだったのですが、ほどなくして八千代の家の前で亡くなっているのが見つかりました。口に大量の長い髪の毛を含んで死んでいたそうです。どういうことかと住民たちが八千代の両親に尋ねると、今後八千代の家に入った者はああなる。そういう呪いをかけたからな。あの子らは悪臭からやっと解き放たれた新しい時代の子たちなんだ。こうなってしまったのは残念だが、せめて静かに眠らせてやってくれ。と説明し、八千代の家をこのまま残していくように指示しました。これ以来、二人への供養も兼ねて、八千代の家はそのまま残されることとなったそうです。家の中に何があるのかは誰も知りませんでしたが、八千代の両親の言葉を守り、誰も中を見ようとはしませんでした。そうして、二人への供養の場所として長らく残されていたのです。その後、老朽化などの理由でどうしても取り壊すことになった際、初めて中に何があるかを住民たちは知りました。そこにあったのは私たちが見たもの、あの兄弟と紙でした。八千代の家は2階がなかったので、玄関を開けた目の前に並んで置かれていたそうです。八千代の両親がどうやったのかはわかりませんが、やはり形を成したままの紙でした。これが呪いであると悟った住民たちはできる限り慎重に運び出し、新しく建てた空き家の中へと移しました。この時、誤って引き出しの中身を見てしまったそうですが、何も起こらなかったそうです。空き家は町から少し離れた場所に建てられ、玄関がないのは出入りする家ではないから、窓、ガラス戸は日当たりや風通しなど供養の気持ちからだということでした。こうして誰も入ってはいけない家として町全体で伝えられていき、大人たちだけが知る秘密となったのです。ここまでが、あの兄弟と神の話です。兄弟と神は八千代と高子という親子のものであり、言葉は隠し名として付けられた名前でした。空き家が建てられて以降、中に入ろうとする者は一人もいませんでした。前述の通り、空き家へ移る際に引き出しの中を見てしまったため、中に何があるかが一部の人たちに伝わっていたからです。私たちの時と同様、事実を知らない者に対して過剰に厳しくすることで、何も起こらないようにしていました。ところが、私たちの親の間で一度だけことが起こってしまったそうです。
前回の投稿で私と一緒に空き家へ行った A の家族について、少し触れたのを覚えていらっしゃるでしょうか。A の祖母と母がもともと町の出身であり、結婚して他県に住んでいたという話です。これは事実ではありませんでした。子供の頃に、A の母と B の両親、そしてもう一人男の子 E を入れた4人であの空き家へ行ったのです。私たちとは違って夜中に家を抜け出し、わざわざはしごを持参して2階の窓から入ったそうです。窓から入った部屋には何もなく、やはり期待を裏切られたような感じでガクッとし、隣にある部屋へ行きました。そこであの兄弟と髪を見て、夜中ということもあり凄まじい恐怖を感じます。ところが、4人のうち A 母はかなり肝が据わっていたようで、怖がる3人を押しのけて近づいていき、引き出しを開けようとさえしたそうです。さすがに3人も必死で止め、その場は収まりますが、問題はその後に起こりました。その部屋を出て恐る恐る階段を降りるとまたすぐに恐怖に包まれます。廊下の先にある兄弟と神。この時点で3人はもう帰ろうとしますが、A 母が問題を引き起こしてしまいました。私たちの時の D 妹のように、引き出しを開け中のものを出したのです。A 母が取り出したのは1階の兄弟の1段目の引き出しの中の、思考、と書かれた紙で、何枚かの爪も入っていたそうです。さすがにヤバいものでは、と感じた3人は A 母を無理やり引っ張り、紙を元に戻して帰ろうとしますが、ジタバタしてるうちに棒から紙が落ちてしまったそうです。空き家の中で、最も異様な雰囲気であるその紙に A 母も触れる勇気はなく、4人はそのままにして帰ってきてしまいました。それからに、3日はそのまま放っておいたらしいですが、親にバレたら、という気持ちがあったので、元に戻しに行くことになります。B 両親はどうしても都合が合わなかったため、A 母と E 君の2人で行くことになりました。夜中に抜け出し、はしごを使って2階から入ります。階段を降り、家から持ってきた箸で紙を掴んでなんとか棒に戻しました。さあ早く帰ろうと E 君はせかしましたが、ほっとしたのか、A 母は E 君を怖がらせようと思い、今度は2段目の引き出しを開けたのです。思考と書かれた紙と何本かの葉が入っていました。あまりの恐怖に E 君は取り乱し泣きそうになっていたのですが、A 母はこれを面白がってしまい、E 君にだけ中が見えるような体勢で3段目の引き出しを開けたそうです。E 君が引き出しの中を見たのは、ほんの数秒ほどでした。何があった?と A 母が覗き込もうとした瞬間、ガンッと引き出しを閉め、ぼーっとしたまま動かなくなりました。A 母は E 君が仕返しにふざけてるんだと思ったのですが、何か異常な空気を感じ、突然怖くなって一人で帰ってしまったのです。家に着いてすぐに母親に事情を話すと、母親の顔色が変わり異様な事態となりました。E 君の両親などに連絡し、親たちがすぐに空き家へ向かいます。数十分ぐらいして、家で待っていた A 母は親たちに抱えられて帰ってきた E 君を少しだけ見ました。何かを頬張っているようで、口元からは長い髪の毛が何本も見えていたそうです。この後 B 両親も呼び出され、親も交えて話したそうですが、E 君の両親は3人に何も言いませんでした。ただ、言葉では表せないような表情で、ずっと A 母を睨みつけていたそうです。この後、3人はあの空き家にまつわる話を聞かされました。E 君のことに関しては、私たちに言ったのと全く同じことを言われたようでした。そして、E 君の家族がどこかへ引っ越していくまでの1ヶ月ぐらいの間、毎日 A 母の家に E 君の両親が訪ねてきていたそうです。このことで A 母は精神的に苦しい状態になり、見かねた母親が他県の親戚のところへ預けたのでした。その後 A 母や E 君がどうしていたのかはわかりませんが、A 母が町に戻ってきたのは E 君への償いからだそうです。
以上で話は終わりです。最後に兄弟の引き出しに入っているものについて。空き家には1階に八千代の兄弟、2階に高子の兄弟があります。八千代の兄弟には1段目は爪、2段目は歯が、隠し名を書いた紙と一緒に入っています。高子の兄弟は1、2段目とも隠し名を書いた紙だけです。八千代が四皇、高子が金剛です。そして問題の3段目の引き出しですが、中に入っているのは、手首だそうです。八千代の兄弟には八千代の右手と高子の左手、高子の兄弟には高子の右手と八千代の左手が、指を絡め合った状態で入っているそうです。もちろん、今現在どんな状態になっているのかはわかりませんが、Dこと E君はそれを見てしまい、異常をきたしてしまいました。厳密に言うと、隠し名と合わせて見てしまったのがいけなかったということでした。四皇は八千代の母が、金剛は八千代が実際に書いたものであり、三段目の引き出しの内側には、それぞれの読み方がびっしりと書かれているそうです。空き家は今もありますが、今の子供たちにはほとんど知られていないようです。娯楽や誘惑が多い今ではあまり目につく存在ではないのかもしれません。それから、Dこのお母さんの手紙についてですが、これは控えさせていただきます。Dことお母さんはもう亡くなられていると知らされましたので、私の口からは何もお話できません。